お前が後手だ。あ、八重桜さんお願いします。ていうか、多分どういった指し回しかなんとなく分かった気がするんだよな。この前他の方のライブに行った時に拝見しまして、まあまあなんかおそらく指し回し前指してた方かなと思いましてね。なのでほらね、あったななので、天守閣に組んでくるのであれば、まあ、ほぼほぼ間違いないのかなと思いまして、ちょっと、今回は、天守閣、まあ、天守閣というか、展望台美濃ですかを組んでいただきたいなと思い、今回は四間飛車を指してみました。片身の囲い。まあ、ついてくるんでしょうね。おそらく。ちょっとついていきますか。そうですね。まあ、やはり、といったところか。なので、銀をどっちに上がるか。こっちかな。こうして、銀ここに上がる構想を見せていこうと思ったんですが、まあ、疲れるのであれば飛車を回っていこうかなと思います。ってことは多分この指し回しってことは、あ、おそらくかなと思いますね。ずっと、ね、まあ、結構指してた方だったので、いつ戻ってくるのかなと思いましたが、いや、戻ってきていただいて嬉しいですね。で、そっかそっか。なるほど。そっかそっか。ふたらしとか嫌ですね。ああ、なるほど。ああ、トンネル入ると切れますよね。まあ、次は、5四歩つく手が、あーちょっと微妙かな。まあ、角切りワンチャンあるのかなと思いますね。ちょっと角切り、同型で、銀打たれるときですね。それが嫌かなと思ってました。しかし違うか。まあ、ここはつきますか。まあ、銀打たれたら玉逃げて、銀なり、同飛車、歩なりみたいな展開になるんですけど、まあ、その時に、まあ、飛車浮いて、まあ、桂取ってっていう形になるとは思うんですが、うん、ちょっとその時、ちょっと嫌だったなと思ってましたね。前はこれで、うまく差し回して勝てたんですけどね。やはり研究熱心な方なので、結構研究されているのかなと思います。自分は金上がる手が見えてますね。金上がりからこの歩を取っていきますか。まあ一応この角通ってるんでそれは受けるので、そうですね、ここで、まあ、金上がっておきますか。
この歩、まあ、現在、お相手の方、歩切れなので、まあ、この歩切れのままうまく戦えればいいかなと思いますね。まあ、この桂馬と連動してくるような攻めがあるので、お、すごいですね。身の崩し綺麗に決まるといいですよね。やっぱ将棋やると熱くなりますよね、頭が。これ嫌な手がありまして、まあ、桂跳ねから、そうですね、銀上がって角切られて同歩で桂成っていう手が嫌だなと思いましたね。あ、泣き虫加藤さん、こんにちは。一旦金上がっておくのかな。こういう手はどう受ける。歩つくかな。まあ、桂頭、まあ、桂頭かつ玉頭になるので、あーなるほど、まあ、浮きですか。まあ、自然っちゃ自然ですかね。まあ、第一感は浮きだったんですけど、7分。角が睨んでるのが嫌ですよね。なるほど。ちなみに穴熊崩し、そうですね、まあまあ分かりました。まあ時間があればあげたいなと思います。テキアさん、こんにちは。244段すごいな。いやー強いからな。今日引退した。やっぱ天皇かな。ああ引きですか。へえ引きか。前のめりになるけど、まあそうですね。この角が常に効いてるのがちょっと怖いとこですよね。なのでまあ桂跳ねてきてって思ってたんですが、違いましたね。先に一旦と金入れておくかな。いや本当に角のラインが嫌だな。神経を使う対局になりましたね。まあ、常に角を切るような手もありますし、まあ、常に角のライン効いてますんで、この飛車、正直今全然使えてないので。ちょっとそこら辺を、まあ、どうにかしたいですね。そうなんですね。これに対してどうするかが。
まあこう浮くんですかね。5分まあ上部を手厚くですね、まあちょっと飛車成りされると嫌なんですけどね。そうですね、あーそっかそっか、ちょっとやばいのかもしれないいやーマジか、いやーちょっと船下厳しすぎるか。まあ切りますよね。まあ角成り同玉、まあ桂成りはまあ同桂で取れないんですけども、同玉と取っておけば大丈夫かなとは思います。あ、あかねちゃんこんにちは。そうですね、まあこれ同玉としておいて、あ、どういった攻めが来るのか。こんにちは、最近雨で。そうですね、まあ家の中でやればまあ、ギリできるのかなとは思うんですが、最近雨多いですね。まあ次これ銅、銀でこの桂馬払えますからね。2五銀、後手番で言うと8五銀、まあまあ2五銀、こちらが先手番の符号で言っていきましょうか。仮に先手番だとして符号で言うと2五銀、まあその瞬間まあ桂払えるので、まあ飛車単体だと打ち込むのがこことかかな。でも金引きでまあ桂はと結局取られそうですけど、なるほどなるほど、そっか、そっちになる手があります。まあまあどっちも同じですけど、叩き、叩きの歩、まあ一旦桂成りですかね。まあ一旦取ってから次の叩きの時に桂成同玉から引くような手がありますね。そうですね、ここででしたね。危ねえそうですね、ちょっと自玉怖い形ではありますね。今なら我が師匠に勝てる。最近リアル、あーリアルが忙しいですもんね新さん大変そうですからね。お、ステキアンさん久しぶりにやりますか凄い局面ですね。これはでもこういう将棋楽しいですよね。自分はこういうバラバラな将棋好きですね。なんだい、泣き虫カットさんはどうですかまあこれまあ同銀ですね。銀できましたね。いやーまあ取っていくのかな。まあ取った時にこれ取られるのが嫌ですけど、危険飛車と将棋実況さんこんにちは。
あ、時間は10分なので、ぜひ、10分で潜っていただいて、皆さん同時に適当に潜っていただいて、当たった方に、が、ね、当たっていただければいいかなと思います。あー、ソニックさん、将棋じゃねえや、仕事中か。2分30秒。残念や。ね、お仕事頑張ってください。いやー、金だったらな、ちょっと積んでもおかしくないような気がしますね。まあ、こっち取ったらですけど、まあ、これさすがに角取るのかなと思うんですが、場外ランドも一旦入れるってことですか。へえ、なるほど。これで取るのかな。あ、みなとみらいさん、こんばんは。わかりました、僕しますね。まあまあ回ってくる手が嫌ですね。まあ回ってきたら銀とかぶち込むんですかね。まあそして、まあ上部手厚くっていう感じで指していくのかな。まあ一旦飛車を打って、なんか、まあ駒打ってこないのかな。金上がりとか引きで受けるのかな。乗り換えなので、わかりました。お疲れ様です。2分。これに桂成り上がり、立派なレモン教師。あれですよね、加藤さんのこの前の10時間耐久とかいう耐久、うん、ですよね、ウォーキング右翼の対策。あ、そうなんですか。いや、ちょっとそれ迷いますよね。それ自分も作りたいですね。いや、これちょっと決めきれると思ったんだけど、決めきれないかな。決めきれないかな。まあ、際跳ねていく感じですね。まあ、寄ったら角打ちから。言わない。なんかこれは詰みそうだな。角打ちから。まあ、なんか引きは角で。あ、角ない。あれ角、あ、持ってると思ってた。よいよいよい。ちょっと角持ってると勘違いしてた。飛車ですか ?2 枚あるの。1分。来てす。交差した。角なかった。いやー、ちょっとわかんない。30秒。
いやー、角あると思ってたな。いやー、これはさすがに詰みましたか。まあ、落ちて、あ、でもどこに落ちるかね。そっちに落ちると。20秒。いやー、さすがに詰むと思うけど。あれあー、10秒あおいしい、参りました。勝利はすぐそこじゃ。あー、ありがとうございました。いや、おかしいですね。いやー、ちょっとひどいですね。ありがとうございました。飛車がね。いやー、ありがとうございました。いやー、ちょっと良くないな。いやー、ちょっと角くださいよ。ちょっと読み間違った。あー信じられない。ありがとうございました。いやー、ちょっとありえないですね。ていうか、まず序盤の駒組みで五五角させてしまったのが良くなかったですね。まあ五五角させないようにどこかで五四歩ついておかなきゃいけなかったですね。まあ五四歩ついていなければもっと攻めが指しやすかったかなと思います。ニヤニヤいや、ちょっと信じられないことしましたね。いや、まあここら辺はそうですね、もう、まあ、ちょっと待って待って待って、なんか急いで刺しちゃったけど、桂跳ねでもよかったですか。僕ならライブでボロなるほど、なるほど。いやいやいや。待って待って、ここで何か手ありそう。いや、でもまあまあいいや。ただいま、そうなんですか、すごいですね。いやー、ちょっと待ってくれ、これは。え、これは何かあるよ、絶対。いや、もうなんか途中からわけわかんなくなっちゃった。飛車成り。あー、ケアネですか。いやー、これでも詰みそうだな。詰むと思うんだけどな。3一飛車成角に合わせて、銀打って、同金とさせ、白さん。すげえ。角を7六に、したら簡単。なるほど。そうですね、伊藤新さんと。あー、7六ですか。確かに確かに。7六取りますと飛車から詰みますね。なので引くんですが、まあ、引いたら、銀から飛車で詰むと。いやー。さすがですね。いやー、ひどいですね、ちょっと。いや、勉強になりますね、7六角。いや、7六角。まあ、同香飛車。デッキは銀飛車ですね。なるほど。ありがとうございました。いやー、これはちょっとひどかったですね。ご視聴ありがとうございました。お願いチャンネル登録のところでチャンネル登録できますので、よかったらお願いします。おすすめの動画というのもありますので、ぜひご視聴ください。概要欄に私の執筆した電子書籍のリンクありますので、よかったらそこから飛んでいただいて、買っていただいたら本当に嬉しいです。